ることのない放送、プロレスリングノアの20年間を知る者たちと新たな歴史を刻もうとする者たち、高く分厚く険しいその壁を元ラーテルズの3人は越えることができるのでしょうか。まだ裏切り者ハヤタへの制裁も完了していません。先頭から入ってきましたタラスケ、その後ろから顔をマスクに覆った傭兵、そして IPW ジュニアヘビー級のベルトを手に原田大輔が入場です。スティンガーに食らいついていきたいタラスケ、もう早田とは敵同士です。ベルトとプライド、その2つをかけて戦いに臨むのが原田大輔です。ノアジュニアの覇権争い、総力戦に突入しています。先月の後楽園2連戦で青コーナーの3人に対しシングルとタッグ王座をダブル防衛、早田が原田の IPW 王座挑戦を表明し、ノアジュニアのベルトを総取りする構えを見せています。フルスロットルも混合も眼中にはありません。先頭から入ってきましたジュニアタッグ王者2人、小川義成と早田、そしてその後ろからジュニアヘビーのシングルのベルトを持つ鈴木小太郎です。今ノアジュニアのベルトは全てこのスティンガーの元にあります。早田と共にそのジュニアタッグのベルトを保持する小川、早田にとっては原田との IPW 前哨戦、元ラーテルズの3人を一歩あるいは二歩差をつけているか、鈴木小太郎です。プロレスリングノア後楽園ホール2連戦の2日目です。第3試合6人タッグマッチ、この試合は佐久間和彦さんとお送りしていきます。いや佐久間さん、はい、この元ラーテルズのこの3人、うん、そしてスティンガーの3人との対決になりますが、この構想はもうずっと続いてますね。そうですね、まあ、今回はねこう早田と原田のねタイトルマッチの前哨戦という部分もありますけど、はい、元ラーテルズ勢としてはもうやっぱこう苦渋をね舐めさせられ続けてきていますからね、やっぱり今回も今はまあユニットという形ではなくなってはいるんですけど、この顔合わせとなったらやっぱり絶対負けたくない相手でしょうね。そうですよね、まあ、この元ラーテルズの3人を裏切ってスティンガーへと合流した早田です。うん、この2人で先発いきます、うん、やっぱりこうなりますよねここは、はい、8.10 今週末の3連休の最終日、横浜文化体育会館で行われる最後の大会でこの2人が IPW のベルトをかけて戦います。 IPW の王者は原田、足を取っていったのはまずは早田です。スピーディーな動き、原田を誘うような動きから相手の動きは両者よく分かっています。トラスキック顔面ヒット、立ち上がりからクリーンヒットです。ハンドスプリングを投げたジャーマンで、いや今危なかったですよ、いきなり決まってもおかしくなかったですね。原田の得意の片山ジャーマン、今のは反動をつけてという形のジャーマンになりました。そうですね、あのハンドスプリングのエルボーを狙ったと思うんですけど、もう動きを完全に読んでましたね、やっぱりこの辺りっていうのはもう知り尽くしてるんですね佐久間さん。そうですね、やっぱりこれをね知られている中でどうやって技を決めていくかっていう駆け引きの部分っていうのもねここは大事になってきますよね、はい、先月 7.1819 も後楽園ホール2連戦がありまして、その際にはこのスティンガーと元ラーテルズの今青コーナーの3人がタッグマッチ、そしてシングルそれぞれベルトをかけて戦いました、うん、今入ってくるのはシングルの王者鈴木小太郎です。まあ、小太郎は先月傭兵を相手に、
GHC ジュニアを防衛しましたね。いや素晴らしい戦いでしたよね、やっぱもう盤石の、ね、こう防衛という感じでしたね、はい、ちょっとこの今鈴木を誰がこれノアジュニアで止めるんだというぐらいのこの勢いありますよね、うん、そうですね、まあ、小川からベルトをダッシュして風林を破りというところでね、はい、まあ、傭兵が満を持していったにもかかわらずというところですから、なかなかこう今の時点では挑戦者っていうのがね見当たらないところもありますよね。あの鈴木自身も、まあ、前回このベルトを巻いていた時からも言っていることなんですけれども、もう自分たちで取りに来いと、そういう言葉を残していますよね、うん、いやもう本当ね、なかなかこの牙城はというところがね、まあ、小太郎の場合には本当に今丸藤がねジュニアでやっていたり健太がいたり杉浦がいたりという時のノアジュニアを経験している選手ですから、はい、今このは彼がチャンピオンにいるということは他の選手たちにとっては非常にチャンスなんですよね、まあ、それ以外にもねやっぱ全日本の世界ジュニアを経験したりレスルワンを経験したりという、まあ、日本のプロレス界のジュニアを、ね、知って頂点に立ってきた男が今ノアジュニアの頂点にいるわけですから、はい、その、まあ、言ってみればマット界のジュニアの頂点に立つチャンスだぞというふうに、ね、思ってこう挑んでいけるシチュエーションではありますよね、さっきファンネルを見せていきました鈴木小太郎、忠介が一瞬構成を見せましたがやはり簡単にリズムをつかませていかないそのうまさがあります。場外で小川が忠介を捉えて背中を鉄柵に叩きつけていきました、まあ、忠介と原田も先月はこの小川と早田の持つジュニアタッグのベルトに挑戦しましたがその、ね獲得にもならなかったわけですね、うん、そうですね、まあ、はい、原田と、ね、忠介のコンビもタッグベルトは巻いた実績のあるチームですから、はい、本来実力は、ね、十分なんですけど、まあ、そこを封じられてしまうというところが、ね、やっぱりありますよね、うん、今の王者の実力小川が入ってきています。 GHC ジュニアタッグチャンピオンの小川、腰を潰していく強烈なヒットスタンプです。まあ、小川は今年の1月にはその GHC のシングルのベルトも早く取りまして、はい、GHC4 冠というのもあった今年です。いやもう本当にタイトル戦線にねこのキャリアになってガンガン入ってくるというのはね、はい、やっぱ今の充実ぶりを物語っていますよね、まあ、53歳になったわけですけど、今年の11月には54歳を迎えます小川芳乃です、はい、さあタラスケもここは構成を見せていく。さあ元パートナーのあーっとここはエンゼイジャンピングハイキック、元チームメイトの早田と今は相対する形となりました忠介。この忠介も去年両国で GHC ジュニアタッグ初の GHC のタイトルがありました。そこからのさらなるブレイクを狙いたいところ、場内から温かい拍手で今リング上に選手たちを鼓舞するその拍手が降り注ぎます。でも佐藤さん、ここはやはり簡単にはタッチには行かせない。そうですね、あのね2人をなぎ倒したところでいい流れが来そうだったんですけど、早田がいいフォローをしましたよね、はい、このチームワークというところでも早田のこの成長というのがね一つ一つ日に日にありますよね。そうですね、まあ、やっぱりこうラテルズの時にもね非常にこういい動きを見せていたんですけど、はい、その攻撃の部分での良さっていうところだったと思うんですよね、連携というのが。そうではなくてサポートの部分の良さというところも今こう身につけているのかなという印象がありますね、うん、まあ、まさしくそのこのノア20周年今日迎えたわけですけれども、その20年を知り尽くし、その前からの流れというのを受け継いできたこのスティンガーの2人がいますからね。そうですね、やっぱり早田の今までのキャリアの中にはなかった部分を持っている選手たちなので、そこから吸収できるものというのはやはり大きいですよね。新田は広し早田は広島のレッスルゲートでのデビューです。おお、ここいいですよ、勢いを見せる、そして DDT、ここも流れをつかませません小川。そうですね、まあ、忠介の攻撃自体は良かったんですけどね、やっぱなかなかこう3人をなぎ倒すというのはね難しいですね。試合時間5分が経過しています。再び小川が入ってくる、このタッチワークが非常に素早い、一人一人のスタミナを温存していきますスティンガーのメンバーです。今もねしっかりこうレフェリーをつくうまく相手側にね引きつけての攻撃ですよね。今青コーナーには原田と陽平が釘付けの状態、そしてリング内で忠介が捕まっているという状況です。こういう一つ一つの動き、百戦錬磨のスティンガー、ここはボディを攻める小川、ロープへと振っていくスリーパーホールド、ここでこういう技を選択してくるというのも佐久間さん、やはりもう知り尽くしていると言いますか、はい、
まあ、じっくりじっくりとこうねやっぱ勢いに乗って攻めたいタイプなんですね、忠介は、それをこうじっくり自分たちのペースにはめていくというところですよね、そこのまあポジションもねやっぱり相手コーナーをしっかり見える位置で仕掛けていますよね。ここは一つ顔を砕くような形、すぐさま鈴木小太郎にタッチを交わしました。小川はかなり顔面を痛めた様子。もうこの青コーナーサイド、ラーテルズ、元ラーテルズの2人の3人のコーナーには近づけません。スティンガーサイドの側で常に戦っているスティンガーの3人です。ニュートラルコーナーに押し付けていく。あとエルボー重い、そして下からのエルボーだ。今度は勢いを使っていくか鈴木小太郎、膝が入る。さらにニュートラルコーナーへと振ってリンクブーツ、なんとかかわします。かわして、あっと飛んでいきました。さあここでタッチしたいですね。ここで今青コーナーサイド傭兵がコーナーマットを叩いて忠介を待っています。場内からも拍手が送られる。なんとか届いた。さあ傭兵が入ってくる。飛んでいくミサイルキック正面飛びしきだ。うわ、しかしここで小川が来る。とあそこ区間面へ。今度は早田が入ってきてかわした傭兵。ヘッドしてあそこ一分。そして羽を切る。一気にリズムを作っていきます傭兵。さあ場外へと飛ぶのか、いや場内を煽って鈴木小太郎を捉えていきます。佐藤さん、やはりちょっとリズムが変わってきますね。そうですね、ここ頑張りどころですよね。エクアリアット顔面へ。今忠介が場外で非常にダメージが深く倒れている状況です。ここでね、ただ傭兵が負荷を負いしすぎないことですよね、やっぱり自分たちのリズムに持っていくにはタッチ早くしたいんですよね、負荷をしてしまって、ここでまた傭兵が捕まってしまいますと、忠介がね、先ほどはローンバトルを強いられていたので、さらにね、こう青コーナーサイドとしてはこうダメージの負債がやっぱ大きくなっていく展開になってしまいますから、今このね、傭兵がいい流れのうちにやっぱ早めにスイッチしたいんですよね。ここでボディにエルボーをもらってしまった。しかし切り返す、飛んでくる、ビット炸裂。ここでやっぱり先に赤コーナーにタッチされてしまうと、やっぱ赤コーナーの攻撃の流れがまだ継続してしまうんですよね、はい、さあここで早田が入ってきます。今はダメージ傭兵の方が大きいという状況。いや、何でしょうか、佐久間さん、どこかでこう負荷をしてしまう部分というか、そうですね、やっぱ俺がっていうね気持ちが出てくると思うんですけど、こう全体考えてね、こう流れを作っていくというのも対スティンガーに関しては特に大事だと思うんですよね、そうですね、ここでもういいですね、はい、原田はまだ元気いっぱいですから、ここで原田がね、やっぱ一つ流れを作っていきたいですね、はい、8.1 で横浜分隊で IPW をかけて戦う2人です。原田がリズムを作るのか、腕を捉えた、グラウンドの中で、うまいですね、丸め込んだクロスピックス返しました。そして捉えるか、いや原田が後ろから飛び乗って前に丸め込んでいきました。グラウンドが入る、なんとか返した。10分経過、10分経過。元チームメイトの2人が今は憎しみ合う関係。試合時間10分が経過しています。原田はやっぱりいい状態ですね、はい、忠介もね、コーナーに戻ってきましたから、これ5分に持っていきたいですね。そうですね、そして何としてもこの原田からしますと、タイトル防衛へと向けてこの早田にはメッセージを送っておきたいはずです。そうですね、丸め込むか、フットスタンプはかわす、足を取る、ここもいい動きです両者。さあ一気にフランケンシュタイナー切り返した。ドーガンメイトオートナースキック、チャンスと見たかスティンガー、一気に分断作戦です。佐久さん、ここ早めに原田は脱出したいですね。そうですね、この連携食らいたくないですけどね、さあ、あっとこの連携は、そして画面へ、カバー入る、
佐久間さん、今の連携は三沢さんもやっていましたよね。そうですね、三沢、小川組で見せていた連携ですよね、うん、20周年の今日その連携も見せましたスティンガーです。早田が捉えたセカンドロープ、いやトップロープだ。ここからムーンサルト、剣山で迎撃、そのままスモールパッケージ、なんとか返した。さあ形勢はどうだ、ダメージがある原田、ニアパー顔面と突き刺した、エルボーも。さあここには意地がある、元ラーテルズのリーダーとして裏切り者早田へは制裁を加えなければならない。そして 8.10 横浜分隊へ向けて、そのベルトを守るためにきっちりとここはその魂をぶつけていかなければならない。原田ジャーマン切り返す、いやもう一発だ。再び豆込んだのは早田、3つ入ってしまった。決まったのは早田。いや佐久間さん、投げたかに思いましたが、そうですね、原田としてはその追い込む過程としては申し分のない攻め方をしていたんですよね、はい、さあちょっと、まあ、今のは早田がうまかったですね、はい、さあチャレンジャーの早田からすれば 8.10 と向けてピンフォールをチャンピオンから奪った形となります。元ラーテルズの3人、そして IPW 王者の原田大輔、 8.10 は一体どうなるのか。笑顔を浮かべます早田、リング上で悔しがるのは IPW 王者原田。まだ余韻を楽しむかのようにそのリングの下、指3本を見せつけました。さあこの戦いは 8.10 横浜分隊へとつながっていきます。